あった方がいいと思います。やっぱり、ね、実質ちょっと音楽から遠のいたことをしなきゃいけないっていうのは結構厳しいものもあるので、ライブのクオリティが下がっメンタル的に、ね、下がったりすることも多いので。ああ聞こえます、聞こえます、遅れてないです。例えば現状って言えば、今住んでる家がそんなに家賃高くないんですけど、まあまあ、家賃が5万なんですよね。5万なんですけど、更新の時に更新料を貯めきれなくて、で、まあ、家賃を滞納するような形が出たんですよ。1ヶ月分ぐらいかな、1ヶ月半分ぐらい。だからまあ約、6万か7万ぐらいか。それをね、ずっと払えないって言ったらおかしいですけど、翌月でまとめて払えなくて、永遠にこう1ヶ月滞納状態がずっと続いてたりとかそういうとかまあそれは僕の多分生活というか、お金の管理の問題なんだと思うんですけど大家さんは払ってくれって言ってくるんですけど、間に入ってるその管理会社のおじさんがすごいいい人で、鈴木さん大変そうだからちゃんと払ってくれるよねって言って、3ヶ月に1回くらい電話が来て、すいませんすいませんってその度に言ってギリギリアウト、セーフ、アウト。銀座周辺に住みたい。そうなんすか。昔おばあさんとか何十歳か過ぎて。
次生まれ変わるとしたら何になりたいですか。生まれ変わったら若い女の子になりたい。マジっすか。ミッドナイトエクスタシどういうふうに、僕のことを見てるんですか。私そうですね、だからたまに若い女の子とかと飲んだりした時してるとやっぱいいなと思いますもんね、話聞いてるの。そういう時はもう自分の話よりも延々と聞いてたい感じがします。私があの時言いたかった言葉ばっかりで、その言葉がやってることは違うんだけど、うん、私もそう思ってた。なんか聞いてるようでそれ自分が思ってたやつだと思って。宇治抹茶、緑茶。ああ、そうですね。眉。あんまり決まってないですね。何線形とかよく中央線形なんだかミュージックとかあるじゃないですか。下北でないですね。確かに一緒にやってる人もぐちゃぐちゃですもんね。バピョー。あー、マジっすか。この冬っていうか春に向けての光ってあるじゃん、春の光みたいよね、今ね。もうそうっす ね、冬の光じゃない。終わりです。